よう、ガブリエル・ミラー。わざわざここを探し出してまで訪ねてきてくれたのか。大変だっただろう。さほどの手間ではなかったさ。お前たちに会えるという喜びを思えばな。それにしても、まさか正面から堂々と来るとは。意外に礼儀正しいタイプだったのか。正面から攻めようが裏口から攻めようが結果は変わるまい。余裕だな。油断してると足元を救われるぜ。救ってみせてから言うことだ。お前たちにできればの話だがな。呼吸が。気をしっかり持ちなさい。飲まれてはいけません。アリス、二人とも落ち着いて呼吸を整えて。僕たちの後ろに。ありがとう、アリスさん、ユージオさん。アリスたちが戻ってきてくれたが、ガブリエルのこの圧力は相変わらず異常なレベルだ。ただすぐに仕掛けてこないのは、俺たちをもてあそんでいるのか、あるいは他に狙いがあるのか。いずれにしても時間を稼げるのは悪くない。仲間が揃えばなんとか。どうしてここが分かった？さすがにあっさり後をつけられるような仲間はいないと思うんだけどな。今この世界での最大勢力かつ最も組織だった探索を行っているのがお前たちだ。対モンスター戦闘の痕跡、ボスモンスター討伐によるエリア間通行ゲートの開放、他プレイヤーに接触しての情報収集、そういう足跡を追っていけばおおよその行動範囲が見えてくる。その中心付近に本拠地があると判断した。他に質問はあるか？なぜスタッフさんや風花を殺したんですか？どうしてあんなひどいこと。なぜと改まって問われると案外答えにくいものだ。細かく説明しようとすればするほど本質からは遠ざかる。あれは到底言葉では言い表せないような感覚だからな。それでもあえて口にするなら、そうすることを私の心が強く求めているから。魂の味を知りたいという抑えがたい欲がある。そのために、それを味わうために私は存在している。今までもこれからも。さあ、お前たちの魂はどんな味だ？理解する意味も必要もないさ、メジュ。こいつはただそういうやつなんだ。求め、盗み、奪うものだと。最初に出会った時、自分のことをそう言っていたよな、ガブリエル。それは今でも変わりないってわけか。変わりない？いやいや、変わったとも剣士キリト。以前よりはるかに強く、私は魂を求めるようになった。再び生を受けたおかげで、私は仮想の死を限りなくリアルなものに変える力を得た。欲望に支えられた強烈なセルフイメージ、真意による自称の操作か。私はこの世界で殺すことができ、味わうことができる。ならば求め、むさぼり続けるのみ。風花と言ったか、あの娘の魂は実に甘美だった。繊細で豊かな慈愛と他者を案じる情に満ちた心は、上質の蜂蜜をすらはるかにしのぐ甘露だ。最後の瞬間を味わい損ねたのが悔やまれるな。あなたは落ち着け、ネージュ。挑発だ。乗ってこないか。隙を見せればそいつの魂から食らってやろうと思ったが、命拾いを。通らないか。口ほどにもないな。ですが、かすり傷をつけることすらできないのか。あれは化け物だ。お前の剣でも大差あるまい。なんだお前、震えてるじゃないか。怖いのか？
ジ、大丈夫だよ。エイジならちゃんと戦える。ユナ。ええ、そうね。あなたはもう昔のあなたじゃない。何よりここにはみんなもいる。キリト君、全員配置についたわ。こっちはいつでも行ける。お望み通り全員揃ったぜ、ガブリエル。余裕があだになったことを思い知らせてやれ。結構。さあ食わせてくれ。精一杯頑張るね。いつも通り頼むぜ、アスナ。よろしくお願いします。まずは周りのモンスターを倒すぞ。了解。敵を倒してからガブリエル集中攻撃だね。よくよ。
食らってみろ。銃弾まで何かではないのか。ダメージはほとんど通らず。あ、強いね。それもただ強いというんじゃない。この人の攻撃からは何も伝わってこない。空っぽなんだ。物足りんな。何？もう少し味に深みのある方が望ましい。さらに大きな感情のうねりが必要か。ならば。え？はっ？やめろ！うわあ！システムコール！インサレイトターゲットユニット！消えちゃった？何今の？魔法？いや、でもちょっと違うような。クイネラ、お主。仕方ないでしょ。ここで使わずいつ使うというの？助かったけど、今何をやったんだ？説明してくれないか。狭間の空間への放逐、私とおちびさんで準備してたの。宣告話したガブリエル対策じゃ、ヒースクリフからこの世界のシステム構造について助言を受け、わしが術式を組み戦闘に参加できるクイネラが実行する。その予定じゃった。フーカちゃんとの一戦を参考にさせてもらったわ。あれがいくら強いとは言っても転移術の類は有効なようだったから。とはいえまだまだ未完成もいいところだったのだけど。うまくいったわけではないの？別アドレスへの放逐自体は成功した。ただし完璧なものでも永続的なものでもない。この空間との接点も消去しきれんかったのでな。そこを察知されればガブリエルは自力で戻ってくる。そのあたりもう少し煮詰めたかったわね。術式もすぐには組み直せんし、一度見せた以上警戒される。二度は通じんじゃろうな。ごめんなさい。私なんかのためにそんな貴重な手段を。別にあなたのためってわけじゃないわよ。絶望や恐怖は皆に伝播するし、ガブリエルに力を与えちゃうから。うむ、今回についてはクイネラの判断を支持する。あそこで皆の士気がくじけていれば敗北必至。術式の完成以前の問題じゃった。ネージュが気に病む必要はない。とはいえこれでわしの手札は尽きてしまったがな。さて次の一手はどうするべきか。キリト君も考えがあるって言ってたよね。ああ、なくはないな。賭けになるけど急いでみんなに集まってもらおう。少し話してみるよ。以上が現在の状況。つまりあのガブリエルって人を封じ込めはしたけど完全ってわけじゃなくて、いずれ自力で出てくるのよね。とはいえ準備を整えるくらいの時間は稼げたし、
敵のいる領域ははっきりしている。主導権は取れるな。つまり勝負を仕掛けるタイミングを定めてこっちから挑むってわけね。うん、悪くない状況だと思う。いつ来るかわからない襲撃に怯え続けるよりはずっといいよ。ただどうやってあいつを倒すのかって問題は残るわよね。霧の獣王、なんか手があんのか？ある。マジか、教えろよ。どうすんだ？それは言えない。はあ？おいおい、キーボー。正確に言えば、具体的に説明すると差し障りのある作戦なんだ。でも効果は保証する。ずうずうしいけど、みんな俺を信じて任せてくれないか？もちろんです。うん、いいよ、信じる。うん、まお前が言うなら仕方ねえか。こういうところで信頼を裏切らないしね、キリトは。ユージオに同意します。指揮官の指示には従うよ。その方が面白そうだしな。いやいや、待ちたまえよ。冗談じゃない。どいつもこいつもおかしくなったのか？あのガブリエルとかいうやつの強さは見ただろう。そもそも戦うこと自体が自殺行為じゃないか。なんでそんなことに付き合わなきゃならないんだ。キリト君には何が見えているのか、どんな策を用意しているのか、私は興味を覚えるが。殺されるような思いをしてまで知るべきことかよ。忘れたんですか先輩、この世界では死が限りなくリアルな。それが何かの障害になるのかな。いずれにせよ死の危険性があるのなら、何かを知らないまま死ぬより知ってから死ぬ方を選ぶというだけだが、しかし、君は違うというわけか。俺はむしろキリトが仲間を巻き込んだ上でしくじった時どんな顔をするのか見てみたいがな。本当に手があるんでしょうか。ステータス差は圧倒的。システムがロックされている以上、管理者権限も行使できないのに。ネージュ、君はどうする？できる範囲でいいから戦場の把握や指示伝達を手伝ってくれると助かるんだけど。行きます。どうあれ、皆さんを危険にさらして自分だけ安全な場所にいるわけにはいきませんから。